おはようございます。こんにちは、こんばんは。コスケアです。ヤッホと今日はバイク、よいしょ、テックテックと歩いて、ジャンバー閉めてって何も映ってないね。ちょっとだけね、散歩に行って帰ってきて仕事しようかななんて思ってます。よいしょ。おう、あー、もう夏用のグループで多分寒いね。指がかじかみそうな気がするけど、これがね、ヘルメットめんどくさくても下に置かないと落っことすんだよね。よいしょ、帽子をかぶってヘルメット、よいしょよいしょ、うん、で、以前何度もボツにしてるんだ、動画。あ、玄関が開いてる。ドアクローザーがね、寒いと硬くなるんだよね。油圧のところがね。よいしょ。ヘルメットかぶるともうこれ、カメラが見えないのよ、全然。さっきちょこっとだけ暖気したんだけど、45度ぐらい、水温がまだ。気温にあっては30度、まだまだ冷え冷えです。そう、ボツにしたっていうのはね、音が割れちゃうんだよね、あまりにも大きくって。だからいい音を響かしてね、いい音をお届けしたいんだけど、このタコメーター映ってるかな、わからんけど、こんなん5000とかじゃん、回ってても。本当にいい音って8000から上なんだよね。だから音が取れないんです。はい、クラッチの貼り付けは大丈夫。では行ってみよう。だらだらと喋りながら、バイクがね、今うち何台 ?4 台あるからさ、まああとはちっちゃいのやつなんだけど、ウィンカーウィンカー、ね、1週間に1回ずつ乗るって言ったってさ、1台にしてみりゃ1ヶ月に1回しか動かしていかないことになっちゃうよな。だから乗んなきゃなって思うんだよね。これは乗らないでほっぽっとくとどんどんダメになっちゃうじゃない、やっぱり。よいしょ。寒い。スニーカーでブーツも履いてないから足元も寒いな。まあちょっとそこまでのつもりなんでね、いいんだけど。よいしょ。ちょっとだけ家から離れたかな。スタバに行こう。スタバにお茶して帰ってこよう。よいしょ。よくいる。これさ、走っててこれ撮ると止めるタイミングがないよな。後で編集すればいいんだけどさ。
パッと押したりそういうことは一切してないんで、自分で指でピッて止めたタイミングをつないでるだけなんでね。だからなんだって話なんだけど、厚木グラススタジオだっけ、ガラス屋さんかな、ああ吹いてる吹きガラスか、こんなとこにあるんだ。ないと思うんだけど、動画撮ってるとさ、本当なんか、ね、何言われるか分からんじゃん。あ、こいつ一時停止無視したなとかさお、ありがとう。しますね、お店はね。ご付き合いもなんかやる？でも今日はお客さん来るようなところじゃねえからな。ウェブショップだけでもね、そんな飾りとかできたら面白いかな。だからそんなアイテムをちょっと作って置いとくなんてのもいいかもしれないけどね。そんな気がする。はい、てな感じでスタバにやってまいりました。この寒いのに外でアイスを飲んでおります。はい、なんか怪しいな、一人でこうで動画撮ってんと超怪しい。さあ、これマイクどうだろうね、音がね、ちょっと不安だけど、まあ多分ログに確認もせずにアップしちゃうと思うんだけど、うん、クリスマスだね、クリスマス、うん、スタバのそうね、写真とかいっぱい載せてたと思うんだけど、あれは全部ね、病院にスタバが入ってるんでね、だから行くたんびに飲んでて、うん、なんだろうね、なんかこう気分が落ち込んだ時でも何でもかんでもとりあえずスタバに行ってコーヒーを飲めばリセットできるみたいなね、うん、なんかそんな感じでありがたかったよね、とっても。はい、出まいりました。なんだかんだ全部を用土を結局うちの用土に変えましたね。うん、管理しやすい方がいいもんね。で、見て、わかるかな。真ん中、白いのがちょんと出てるじゃん。目か根かわかんねえんだけど、これも出てるかな、うん。これも出てるね。真ん中白いの見えるでしょ。ここはまだかな。うん、これも出てるね。出てる。なんかすごくない？これも出てるじゃん。ちょこんって白いの。
ツンってど真ん中のね、これも出てる。これもなんか出てる？出てるっぽいな。ねえ。これはまだか。これどう？なんか白いの見えるね。すごい確率じゃない？12粒の間に、1、2、3、4、5、6、7、8、9個出てるよ。すごーい。まだね、発射して多分、72時間とかしか経ってないよ。ね。楽しみ。まあこれが、この大きさになるまではね、結構かかると思うけど。で、こんぐらいになって、こんぐらいになって、こうなるわけよ。だいぶね、ほら、上の方は丸くボール状になってきてるかな。うちに来てから展開した葉っぱはね、横幅がすごく広くて、これもね、どんどん横幅広い丹波、短い葉になってきてるよね。うん。これは相変わらずシワシワなんだ。まだ根が出てないのかな。そして、暗くしてるこれ。よいしょ。さすがにまだ出ないよね。まあ平均、早いのが1週間ぐらいって言うんだけど、これ昨日撒いたばっかりなんで、まだまだ。まだまだ。はい。はい。いつもの工房に戻ってまいりました。はい。今日のテーマはね、今かよって感じだけど、レザークラフト、裏地、スウェード。っていうキーワードがあったんで、これでやってみましょうか。なんか喋りながらね。よいしょ。裏地、張り方みたいなのもあるけど、それはまた今度やろうか。スウェードね。スウェード。これスウェードです。なんとも言えないこの、なんていうのかな。肌触り。これ、わかるかな？こう、今白くなったよね。濃くなったよね。色がほら、濃くなったよね。薄くなったよね。で、この、これ、これ、この感じ、この感じ。色の違いがわかるでしょうか。ね、細かい毛が立ってる。これ寝てるんだよね。これで立ってる。みたいな感じなんだけど、この手触りが、うん。で、薄い。基本的にスウェードって分厚くはないね。薄さが、これでコンマ、0コンマ、な、うん ?8 ぐらい0.8 ミリぐらい。0.8、うん、0.8。ね。0.81 ぐらい。で、特徴的なのは、まあ、普通は銀面って、こっち側を使うことが多いんだけど、変わってね、こっち側がこう、メインというか、裏地に使うから、裏の表というか、うん。こっちはだから、メインに使うんだけど、よーく見るとね、よいしょ。はい。よーく見ると、映るかな？映んない気がするな。毛穴がね、毛穴が、三つずつ、てんてんてん、てんてんてん、てんてんてんって、こう、三つずつの塊になっているのが特徴です。うん、なってるね。すごくこの皮は分かりづらいけど。うん。これはね、108デシだったな。108デシ。そんなに大きなものはないんだよね。切って使って使って、こんだけ残ってるってやつなんだけど、こっちを使うんだから、こっちを汚れないように、こっちに巻いといた方がいいみたいな。どっちでもいいんですけど。3つずつ毛穴があるっていうことは、豚の皮なんです。うん、豚。日本って豚の皮は国内で作られてるのが多いよね。うん、豚。ピッグスウェードって言うでしょ。で、スウェードと、ベロアと、
あともう一個なんだっけ、バックスキンで、なんかどれも似たようなもんだけど違うんだよね。そうで、これはあのだからベロアっていうのは、まあいいか、それは今度で、牛革の裏面を毛羽立たせたものを、で表面を毛羽立たせたものとかいろいろです。いろいろ、うん、これはね、なんかこういろいろ混ざってる気もするけど、まあノリでいいんじゃないですかね触った感じが。で最近使ったものはもう随分経つけど、あのね、ちょいちょい画像にも映ってると思いますけども、腰袋、俺がいつも腰に下げてるやつね、あのカバンを持ち歩かないんで何でもポケットに突っ込んで歩くんだけど、夏場はほらジャンバー着てないからポケットがないじゃん。だからこれなのにいろいろ何でもぶっ込んであるって言うんだけど、これの裏、あ、5が曲がってるね、まっすぐ、はい、こう裏地にもね、だからスマホなんかポイポイ入れといても傷にならないじゃない。そう、そんなので使ってました。もうマスクいらない、汚れてきたね、汚れてきたね。そうね、なんか擦れて本当にたまには手入れしようかなこれ、はい、はい、いつもはね、コロニルのお手入れのやつを使うことが多いんだけど、今パッと目についてるんで、ラナパーもね、ファンが多いよね、ラナパー。たまたま目についたんで、ラナパーを今回塗っていきましょうか。結構油切れを起こしてる感じ、パサパサしてる、もっと早くにやればよかったっていうぐらいだけど、あのラナパーの方がまだあの油油してるよな、ちゃんと油油してる。コロニルのやつは本当あっさりしてるんで、さっぱりしてるんでね。でこの辺はあの薄くすいたブッテーロです。これいくつ作ったんだっけ、4つぐらい作ったんだっけな、ね、自分用に作って、あともうちょい余分に作って販売したんだけど、これまたやらないんですかってこういう問い合わせもね、ちょいちょいいただくんですよ。まあ商品ページに残してあるからね、うん、気が向いたら作ります。でこれはディアスキンかな、鹿の皮って強いよね、柔らかいんだけどすごく強いよ、うん、これをでちょっとパサついてたからちょうどいい感じ、しっとりとね、え、あんな 薄かった色が、ここもブッテーロ、こんなにね濃くなるんだね、色がね。でしっとりとこの柔らかいのがね、ツヤが出てきていい感じに育ってます。ねえ、ほんと数量限定、手に入れられた方は愛用してくださってるんでしょうかって思ってますけど、はい、しばらく置いといて浸透したなと思ったら、こんなんでね、わしゃわしゃわしゃーっとこうやってあげたりするのがいいかな。柔らかい布でね、こすってもいいけど、もうちょっと塗っとこう、ちょっと今回は多めに塗っとこう。お手入れ動画になっちゃった。そう、スウェード、裏地、あの裏地って別に何でもいいと思うのよ、でもまあ裏地に使うことが多いよね、メインに使うにはちょっと薄いしね、腰がないっていうか、うん、裏地用の革って感じだよね。まあこいつを、まあ、後ろに芯材を入れて表に使うのもありだと思いますよ、うん、表に使ったってかっこいいと思うよ、決めつけは良くないよね。まあだからこそこれを、まあ、このまま例えばお財布とかこう革小物にするにしても、これ単体で1枚で作るっていうのはちょっと作りづらい、薄いからね。でも
裏地と決めつけずに、この手触りとかこの見た目のこの感じが好きだよねっていうんだったら、堂々と表で使ってもよろしいと思いますよ。ただ、ね、張りを持たせるのに、なんか貼らないとなとは思いますけど、スライサーとかボンデックスとか、まあいろいろ裏地のあれもあるでしょう。ずーっとこれ腰にぶら下げてるから、さすがにこの辺糸はダメージが来てるね。そりゃそうよな。そりゃそうだよね。またバイクに乗ってすっ飛ばせてたら、これがパタパタパタってなるんだ。でこういう風にちょっと毛羽立ってるっていうのはね、炙って溶かしておきましょうね。これ以上毛羽毛羽が広がらないようにね。ビニモのいいとこはこれができるとこだな。軽くヒートガンで炙れば油がぐーんと中に浸透しそうだけど、そんなことはせんで自分で吸っていただこうと。このまんまちょっと置いときましょうね。明日の朝まで置いとけばいいかな。はい、しっとりツヤツヤいい感じ。はい、こんな感じでお仕事に戻ります。これは置いときます。はい、もう結構いい感じだな。ちょっと愚痴っていいですか。本当にこうやる気がそがれるというか、なんていうか、まあようやくね立ち上がってきたんですが、あ、エプロンしてないよ。僕のさ、サイトで、いや、いいか。まあ、軽く言っとこうか。再入荷のお知らせっていう、ね、入荷したらお知らせしますよっていうボタンがついてると思うんですよ。こういうのね、こういうの欲しいなと思って、ページはあるけど在庫がないっていうね。ものがほとんどなんだけど、で、俺は作ったものをできましたよって言って、そこのサイトにアップするわけです。まあ数字を入れてポチッと押すだけなんだけど。で、そしたら、でも、タイムラグがちょっとあるんだよね。タイムラグがあるというか、出した、で、わーっと一気に売れてしまうと、お知らせもいかないんですよ。多分、出してから1時間とか、わかんない。10分とか、その詳しい時間はわかんないんだけど、経過したら、お知らせが行くみたいな形になってると思うのね。で、お知らせが行かない、行く前に売り切れてしまうっていうのが、よくあることなんです。ありがたいことにね。でも、やっぱ中にはね、中にはって多分、1万分の1とか2万分の1とかかもしれないけど、それを予約だと思われてる方もおられて、3ヶ月ぐらい前にこう予約したんですけど、いつになったら買えるんですかみたいな。よくよくお話を聞いてみると、このあれをその再入荷の通知に登録したと。それは通知であって予約ではないんですよって、オーダーも今受けてないんですよと。なので、ブログにね順番を書いてあるんで、それを見て狙ってみてくださいと、欲しいものがあったらって言ったんですけど、登録して待って予約してる人間よりそっちの方が優先なんですかと、非常に腹が立ちますと。いや、だから予約じゃないのにと思ったんだけど、まあでもな、言い争いしてもしょうがないし、
それは勘違いなんですよと、それは予約ではないんですと丁寧にお答えしたんですが、あなたはこうお客さんに寄り添う、寄り添ってないと、まあこれはもうどこまで行っても平行線だなと思って、それ以降返信しませんでしたけど、こういう話はしちゃいかんのかなと思うけど、どっかで吐き出させて本当に、ね、そうなんですよ、これを打破するには僕がどんどん価格を上げていく、要は僕とお客さんの間で釣り合う場所、この値段だったら買っていいよ、買えるよ、俺もこの値段だったら売っていいよっていうところまで、バランスするところまで上げていけば、だってこれ1個10万円だったら買う人いないじゃん、そうそういないと思うよ、要は転売してる、転売屋が売ってる価格まで上げちゃうとかね、ぐんぐん上げていく、それでも売れるならいいし、考えたんだけどね、一時ね。で、ある程度在庫がたまる。で、買う人は自由にどれにしよっかなーって選んで買っていただけるっていう。ある程度在庫があって、ね、ポチポチ流れるぐらいの価格に上げようって思ったんだけど、なんか、なぁと思って、ね、そう欲しいと思って、でそれとか転売している人がいるって報告もよくいただきます。でも、防ぎようがない、もう一個ずつにこう何シリアルナンバー入れるのも手間だし、ね、それに対してこう怒りのコメントみたいなのもいただけるんだけど、いただくんだけど、俺がやってるわけじゃないじゃん、俺に言われてもなっていうのも結構あったりするんですよ。なんかものすごいこう、なんだろう、無力感というか脱力感といいましょうか、なんかね、結構ダメージがそういうのってね、少しずつ蓄積してくるんですね。だから変に俺もお客様は神様です、どうか買ってくださいみたいなね、ことも言わんし、なんだろう、そんな高飛車になることもないし、お客さんも俺に対してそんなにへりくだることもないし、その対等なね、ギブアンドテイクのそのポイントが価格だと思うわけ。そこでこう成立するものだと思うんだけど、こんだけね、なかなか買えない買えない言われても、作ります、頑張って作りますとしか言いようがないんだよね。そうなんだよね、買えないからってこうお怒りのもね、いただいたりするんだけどね、ほんと待っててくださいとしか、あと狙ってくださいとしか言いようがない、で唯一公平さっていうのものも、もう早い者勝ちっていうのしか思いつかんのですよ。もうね、予約してもらって管理するのも大変だし、このモデルのこの、これで糸はこれでってやってると、それその分やっぱ生産量は落ちるし、ね、っていうところなんです。だから別に言い争いはもうしたくないし、そっとそっとなんていうのかな、ブロックしてしまえばいいんだけど、買っていただかなくていいですって、もうね、せっかく欲しいって言ってくれてる人にそれはねえなとも思うんだけど、
俺も人間なので、まあいろんな人がいますからね、うん、あ、またひげ伸ばします。あと1週間だけ伸ばします。はい、そしたら剃ります。まあ今回はこんな感じの動画です。はい、なんだか話があっちゃこっちゃいきましたけど、最後は愚痴になりましたが、おお、びっくりした。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、そうだ、さっきバイク乗ってたでしょ。雑談だね。はい、一回終わったのに、やけにフロントがね、こう切れ込んでいくなと思ったんですよ。こうコーナーでね、カーブで曲がるときに、別にハンドルはこうこじんないで、こう体重をかけて移動したら、スーッとハンドルが勝手に切れて、スーッと曲がっていくもんなんですよ、バイクって。こうハンドルをぐりぐり曲げるっていう感覚はないんだけれど、自分の板した時よりグイーッと中に入っていっちゃう、ハンドルが切り込んでいくって感じがして、なんか怖いなーって、こんなだったっけかなって思いながら乗ってたんだけど、あ、空気圧だと思ってね、ろくにちゃんとそういうのも点検もせずに乗ってたんで、測ってみたらフロント 1.9 しか入ってなかったですね。あ、大丈夫じゃん、俺まだそういう感覚残ってるんじゃんとは思いましたけど、うん、もうシーズンオフね、これからこの辺もとは言っても元気に走り回ってる人はいますけど、ここらね、なんて言うんだろうな、都内とか、まあ首都圏から来た方々が箱根へ向かっていくとか、ツーリングに気持ちいい道路の方に向かっていくところの途中なのね、ここってちょうど。うん。だから、バイク屋さんも、ね、バイク用品店も、あとライダーズカフェとかもちょっとあったりするのよ、ポツポツと。うん。ね、で、僕のね、この視聴者さんも、ブログの読者さんもね、結構いると思うんだよ、ライダーをね。乗るならちゃんと点検しようぜって思ったんで、もう一回動画を再度回しました。うん。そうよな。もしもだよ。もしもこれを聞いて、あ、そう言われてみれば、タイヤの空気圧なんて最近見てねえなって思って、測ってみたら、うわ、低いじゃん、抜けてんじゃんっていう人がもし一人でもいたら、もしもね、そんなのが、ね、事故なり、こけるなり、なんなりの、が、それで、によって回避したのならば、こんなにいいことないじゃん。何があってもこけちゃならん、もう。まあ、ね、絶対転ばねて、タイヤ2本しかないんで、ほっときゃ横になっちゃう乗り物なんだけど、ね。ああ、でも最近ほんとツイッターとかでさ、見るんだよ、ひどい事故の画像とか。見なきゃいいんだけど、サウザンドウェイトゥダイだっけな、なんかそんなタイトルのとこで、そういう危ない場面というか、そういうのがいっぱい流してるのがあって、趣味とか言うんじゃなくて、そういうの見ることによって俺自身に恐怖心を植え付けたいというか、うわ、いけ、うわ、危ねえって、あーあーみたいなのって見てると、どこか心の中に残ってるから、実際に自分がバイク乗ってる時に気をつけるようになるだろうなと思って、努めて見るようにしてます、怖い画像を。なんだっけ、海外のサイト、まあこんなん言わん方がいいか、もうすっごいひどい事故のとかね、動画流れてんのね、普通にね。ちょっとえげつなさすぎて、ここで
説明するのもちょっとはばかれるぐらいひどい画像とかもあったりするんです。閲覧注意どころの話じゃなくてトラウマになるような。そうね、バイクのスピードリミッター、スピードリミッター、スピードメーター、デジタルとかのやつだと310とか317とか、なんか そこら辺の数字以上には上がらないでね、もう実際にはそれ以上出てたりとかして、そんな速度でさ車の間を縫ってたり縫って走ってたりするバカチンがいるんですよ。やっぱりこれのね、伊豆スカイライン好きで前はよく走ってましたけど、伊豆スカイラインとかでさ、あの直線でさ300キロ以上で走ってるバカタレもいたりするんだよ。それの YouTube に流してたもんな、びっくりしたけどね。そんな速度で思いっきり車に突っ込んで、あ、やめてこうね、やめてこうね、やめてこうね、本当にこういうことをするとそういう目に遭うんだぜって、うん、はい、なんかダラダラと喋っちゃいました。サンプでさっき磨いてたけど、この薄いもんはやっぱり絶対これがいいね。薄いのはねペラペラしちゃうからさ。これを位置決めして、この位置決めの動画とか いるかな、いらねえか、どうやって位置決めしてるのみたいな。やったことあるか、やったことあるね。はい、てな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。